直径およそ30センチもある大輪の花、愛知県安城市のデンパークで開花した1日しか咲かない花、ナイトドリームです。サボテン科の熱帯植物を交配させたデンパークオリジナルの品種で、本来夜しか咲きませんが、昼と夜を逆転させる開花調整を行い、昨日午前9時ごろから2つの花が咲き始め、正午には満開に。訪れた人は興味深げに見入っていました。1日限定で見れてすごいラッキーです。神秘的っていうか、こう不思議な感じがしました。園内には他にもつぼみのものがいくつかあり、あと1週間から10日ほどで開花しそうだということです。